さあ豊田さん、この回ですね、はい、クリーンナップ。そうですね、先ほどから少し思うんですけれども、ピッチャー鈴木君をこのリズムでリズムよく掘ってますね、はい、このリズムを狂わすこともいうことは、うん、セーフティバンド、プッシュバンド、はい、してピッチャーをマウンドから下ろして動かすこと、またこれがピッチングのリズムを狂うことにつながるかもわからないなというような気もするんですけれどもね、はい、はい、レフトへの当たりは痛烈。さあ先頭バッター3番の千田が出塁、二塁を狙います。4番佐々木の前にランナーが出ました。初めて先頭打者が出塁しました日大三高、1回以来2度目です。7イニングぶりの先頭バッターの出塁です。開かずしていいフォームで打ちましたですね、ボールを迎えに行かずにですね引きつけてレジャースミートしたですからね、いいバッティングだったですね。鈴木投手はリリーフした場面が2アウト満塁、そして5回は2アウトから2ベースを打たれましたが、こういったノーアウトのピンチは初めて、まして4番はバッター佐々木。ここは日大三高としてはいい形で4番の佐々木を迎えました。2本のツーベース、まともに勝負をするのは怖い、しかし出してしまうと同点のランナー、はい、そうですね、今2球見ましたけども高めに浮いてますね、はい、ちょっと力んでますか。そうですね、先ほどのレフト線のツーベース、それが少し大引いてるかも分かりませんね。あ、まともに勝負しませんねここはね、はい、ノーアウト一塁二塁、同点のランナーを出しました日大三高。そしてベンチからは伝令が走ります。駒大苫小牧、今高田監督が送り出しました。背番号14番の刈谷。さあここはピッチャーに対する攻め方でしょうか、気持ち的なアドバイスでしょうか、どちらでしょう。まずあの気持ちの上のアドバイスです。で適当に今までのリズムを忘れないで、やはり攻めのピッチングをするようにっていうことの伝令じゃなかったかと思いますけれども、ただあのこのバッターがどういうバッティング攻めをされるかというのも興味のあるところですね。フォアスのランナータイミングランになってきましたからね、やはり定石として送られるいうことを予測だけできますけれどもね。今日の山中は2打席目でタイムリーヒットを打っています。あとはショートゴロとセカンドゴロ。ゲームはもう8回まで来ています。丁寧に送ります。ワンアウトランナー二塁三塁としました。そして6番の後藤、7番の江原、8番の畑と回ります。そして7番のところ江原から先ほど高木に代わっていました。後藤、高木、畑と続く3人、6番、7番、8番の打順。今日第1打席でスリーベースを打っている後藤です。さあ鈴木が代わってから2度目の大きなピンチ、変わった場面が2アウト満塁でした。それに続くピンチはワンアウト2塁3塁。ゲームは8回、日大三高の攻撃。しかし外外2球外しましたね。そうですね、適当に荒れてるピッチャーなんですが、ボール先行2つは後の配球難しいですね。というか勝負しませんね。はい、満塁で次のバッターが左の高木、先ほどは三振に倒れています。勝負は明らかに避けました。満塁です。そういえばこの満塁策というのはね、今年中京大中京と浦和学院のゲームで満塁策が明暗を分けたというシーンがありました。そうですね、これけれども厳しい展開になって、はい、けども内野ゴロ出してタッチプレーが満塁になりましただけに、はい、タッチプレーなくなりますから、はい、コースプレーの内野ゴロ打たしてゲッツー狙いかも分かりませんね、うん、内野の守りはただセカンドショートはやや浅めですね、はい、だからホームゲッツを狙ってんじゃないかなと思いますね、
ショートが下がりましたね、中間守備に、はい、あセカンドもちょっと下がりました、はい、まあ、その浦和学院と中京大中京では同点の場面で満塁策を取って強い当たりのサードゴロ、これホームゲッツを狙うところなんですが、それを三塁からセカンド一塁と送られて、はい、ダブルプレーを取ってピンチを切り抜けた。その裏逆に中京大中京は相手の満塁策を攻略した、こういうシーンがありました。バット回った。今のなんかはやはり球勢に押されて思わずバッターが振ってしまったっていうスイングですね。長集中レフト、ダイレクトが落としている。三塁ランナーが帰ってまず1点、日大三高1点差に追い上げました。高木のレフト線へのヒット、その前の2つ完全にピッチャー鈴木のペースで追い込まれたんですが食らいついていきました高木。これで1点差、なおもワンアウトフルベース。よく打ったですよ、追い込まれてね、その前のハーフスイングでね、気遅れしたかなと思ったんですけどね、気を取り直したんでしょうね。打順は8番キャプテンの畑、ワンアウトフルベース。やや力み始めたかピッチャー好投の鈴木。球数的にも変わってからこの全力投球できて80を超えてきましたね。少し疲れが出てくる頃ですからね、それの疲れの分が高めに浮くかも分かりませんからね。4対3、駒大苫小牧のリードは1点に変わっています。追い上げる日大三高、ワンアウトフルベース。スクイズをやってきた、これが決まる、同点、一塁もセーフ、満塁でスクイズを仕掛けてきた小村監督、4対4同点に追いつきました。相手の完全に裏をかきましたね、これはね。そうですね、僕はあのこのボールをやられるっていうように感じは取ったんですけどね、はい、ちょっとベンチの動きが微妙な動きをされましたんでね、じーっとベンチを伺っとったんですけれども、少し今までの動いておられた感じと全く違った動きがあったんでやられると思ったんですけどもね、いいバンドしましたね、ピッチングに。ただショーフライでファーストが飛び込んできましたんでね、はいはい、バッターはピッチャーの浅香です。まだあるかも分かりませんね、はい、今日浅香が3三振なんですね、はい、ただこの場面は満塁ですので、もちろんセーフティースクイズという形はありません。ないですね。ノートゥー、1球見ました。先ほどはこのワントゥーのカウントからやりました。さあ小村監督どうするか。見ました、2ストライク2ボール、4対4同点に追いついた日大三高。この後が1番の松島、やってきたが外された、バッターは三振、3本間ランナー挟まれる、タッチアウト、日大三高スクイズ1本は決まりましたが勝ち越しスクイズはなりません。ん？ここでしかしタイムがかかっています。今のは三振ゲッツーですから普通ならスリーアウトですよね。そうですね、はいはい、三振ゲッツー成立です、はい、何か野手が勘違いしたのかも分かりませんね、同点で止めました。最後スクイズを外しました、ピッチャーの鈴木、キャッチャー糸谷のバッテリー。しかし8回の表日大三高2点を返しました。4対4同点です。
8回の表日大三高が4対4同点に追いつきました。しかし勝ち越しを狙ったスクイズは外されて、結局三塁ランナーが挟殺プレータッチアウト。これはバッテリー完全に読みましたね、豊田さんね。そうですね、バッテリーのやはり作戦勝ち、配球勝ちじゃないですかね、はい、これこの場面はしかし浅香のところはもうフリーに打たせて、はい、ランナー残して松島かなという考え方もあったと思うんですけれども、当たってるバッターがギスバッターで控えておっただけにね、初球打ち強烈、駒大苫小牧先頭バッターの糸谷出塁。それと先ほどスクイーズを外されたバッターがピッチャーの浅香だった、この辺りはどうでしょう、はい、微妙にこのマウンドで心理的な影響がなければいいですけれども、普通は外されてダブルプレーを取られた言った心の負担がですね、この回のピッチングに現れなかったらいいですけどもね、けれどもそれを読み取ってたように今のバッターが高級出打でレフト前持っていったのに、ここらに微妙なこのゲームの展開が残されていると思いますね、はい、バッターは林です。丁寧に送ります。ワンアウトランナー二塁、そして打席には好リリーフ、追いつかれてしまった鈴木がバッターボックス。しかし先ほどバッティングでもヒットを打っています。いやこういうゲーム展開というのは本当にあの場面で勝ち越しておかなかったのがと時々後になって振り返るケースというのはあるんですよ。後を引きますからね、取るべき点は取る、取れるべきアウトは取れるというようなやはり野球の基本的なセオリーですね、これはやはり大事にしていく必要があるんじゃないかと思います。ピッチャー交代ですね。日大三高はここでエースナンバーをつけました小田がマウンドに上がりました。ワンアウトランナー二塁でサウスポーの小田がマウンドに上がりました。小田は西東京大会では2試合2イニングと3分の1を投げただけです。去年は背番号11番をつけまして平安高校戦先発をしまして4回3失点。今年もエースナンバーで甲子園に戻ってきましたが、この登板が初めての登板です。まあ、先ほどのあの話を続けますと、あのピンチ日大三高に追いつかれましたけれども、さらにワンアウト満塁を切り抜ける同点で止まった、はい、これは駒大苫小牧とするとプラス思考、ひっくり返されてないんだ、はい、あのピンチひっくり返されるべきところを踏みとどまったんだ、はい、よしまだいけるぞいう気になることはもう 100% 考えられますね。そうですよね、はい、まして先頭バッターヒットで出塁、はい、送りバントいい形ですよ、はい、決して負けてるんじゃないですからね、タイですからね、そのタイにされたってよしっていうもきたっていう気持ちを勇気100倍持って、この回の攻撃にやっぱり関わっていけると思うんですよね、ナインは。ベンチの監督としてもそういうプラスの考え方というのはできるものですか、豊田さん。はい、もう絶対今のようなケースで同点に追いつかれましたけども、ダブルスクイーズを外してダブルプレーを取ったということはもう本当に今申しましたように勇気100倍の、精神状態になれますから。さあピッチャーが小田に変わりました。ワンアウトでランナーが二塁、バッターボックスは好リリーフの鈴木。初球を打っていった、セカンドの頭が越えた、打球は緩いだけにセカンドランナーは十分にホームをつけるタイミングだ。糸谷がガッツポーズでホームイン、すぐに勝ち越した駒大苫小牧、ピッチャー鈴木のタイムリー5対4。やはり同点に追いつかれた責任を今の一振りに鈴木君はかけたようなバッティングだったですね、少し差し込まれてましたけども気迫の僕はヒットじゃないかと思います。変わり花の初球なんですよね、はい、ここで日大三高はまたピッチャーが変わります。小田はこの左の鈴木に対するリリーフだけ結局打たれてマウンド降り、背番号16番の2年生の加藤が上がる形になりました。さあ豊田さん、日大三高としては、はい、結局あのスクイーズ失敗がまた流れを変えてしまったということが今結果論になるかもしれませんが、はい、ちょっと見えますよね。そうですね、やられるんでしたらあのカウントよりももう 1,2 球早い目のカウントでやっておかれたら、はい、スクイズが成功してたかも分かりませんけどもね、ただいかんせん日大三高としては先制点を取って自分たちのペースで進めたいと思い描いていた野球が絶えず追う展開になってしまったというのもそういう、はい、
監督心理影響は出たんじゃないですか。そうですね、立ち上がりからずっとこの回までそういうようなゲーム展開ですからね、だから初めて仕掛けられたと思うんですよ。その仕掛けられた、初めて仕掛けられた一つは成功しましたけれども、二つ目に何かバッテリーに読まれてしまった、それがあの外された一球につながったんじゃないかなと思いますね。ワンアウトでなおもランナー一塁、ここで2年生の加藤がリリーフのマウンドに立ちました。背番号16番、西東京大会でも登板はありません。甲子園がこの夏初めてのマウンド、それももう1点もやれない場面。バッターは五十嵐です。丁寧に送ります。ファースト前いいバントだ。ベースカバーセカンドが入る。五十嵐が送りバントを決めまして、ツーアウトランナー二塁。打順トップの桑原に回しました。いやですよ、このワンアウトで1点リードされて、なおかつファーストのランナーをセカンドへバントで送られるような、守ってる者にとってすごくプレッシャーかかるんですよね、はい、特にピッチャーすごいプレッシャーだと思います。これ初球から行きました。ましてこの2年生の加藤投手はこの夏初めての登板がこの甲子園のマウンドになりました。マウンド、はいどうぞ、はい、すみません、バックのピッチャーを盛り上げる激励の声が欲しいですね、はい、マウンドで の様子を見てましても、自分でなんか落ち着かせようとはしてるんですが、はい、緊張が見て取れる表情です。そうですね、深呼吸をしてみたりですね、して落ち着こうという気持ちはにじみ出ておりますね。ツーストライクワンボールと、とりあえずはバッターの桑原追い込んできました。勝負を焦らないことですね、あとボール2つ掘る余裕を持ってくれたっていいんじゃないかなと思いますね、はい、ショートの頭の上越えた。桑原のレフト前のヒットはタイムリー。駒大苫小牧また1点を追加、これで6対4、2点を取り返しました。また2点リード。8回の表に取られた2点をすかさず駒大苫小牧取り返しました。やはりおっしゃってたように、初めての登板、若さユーロンが今の 1,2 球に現れたように思いますね、はい、勝負焦ったですね。豊田さんがまだボールを使う気持ちで言ってもいい、はい、しかしバッテリーにはその余裕がありませんでした、はい、すかさず2番バッターの沢井も右へ持っていく。中間ガムカと破りました。一塁ランナーの桑原、二塁三塁を回ってホームへ帰ってくる。さらにバッターランナーの沢井は三塁へ。7対4、いやーゲームの流れというのは本当にあの恐ろしいですね。そうですね、1球によってね、局面がもう全て変わってしまいますから、はい、はい、また駒大苫小牧のバッターがこういうチャンスになったら積極的にですね、フォアストストライクからやはりコンパクトのスイングでヒッティングに出るいうことが、こういう展開になっていくんですね。3番の桑島、いや7回の裏に駒大苫小牧がクリーンナップ三者凡退に倒れて流れが変わった、そのすぐ後に日大三高追いついた、はい、しかし勝ち越しのチャンスにスクイーズ失敗ダブルプレー、はいはい、その直後に今度は駒大苫小牧が3点、はい、本当に一つのプレーイニングイニングごとに本当に流れが激しく変わっています。まあ、大きいのはこの回のトップバッターであったバッターがですね、はい、レフト前に好打したでチャンスを広げたということが大きいですね。2年生の加藤苦しい表情です。ここはなんとか打ち取った。ようやく8回の裏駒大苫小牧の攻撃終了しました。しかし駒大苫小牧8番バッターピッチャー鈴木のタイムリーから3本のタイムリー、3点を取りました。さあ日大三高最後9回表の攻撃、勝ち越しタイムリーを打った11番鈴木がマウンドに向かいます。7対4、駒大苫小牧リードです。
やはりベスト8の椅子をかけたこの3回戦の戦いは激しいものになりました。最初の試合、日大三高と駒大苫小牧、7対4駒大苫小牧8回の表勝ち越して9回表の守りにつきました。さあ日大三高3点を追っての攻撃は9回の表、打順はしかしトップ松島からです。マウンド上は勝ち越しタイムリーを打った鈴木、8打数連続ヒットの松島、この鈴木にその記録は止められました。2打席目も抑えられました。しかしここはノースリー、先頭バッターですね。やはりね、そうですね、出ることによって3点は安全圏じゃありませんから。ストレートのフォアボールで歩かせました。やはり何か意識してるんですかね、鈴木君も。早く終わりたい、早くベンチへ帰りたいいうような心理がどこかに手伝ってるんですかね。それがこのストレートのフォアボールいうような答えになって出たように思いますね。ここでリードは3点あるんだという考え方にピッチャー自身がなれるのかどうかだと思うんですが。そうです、一番大事なそういう気持ちの持ち方、切り替えですね、必要でしょうね。勝つんだという強い意志を持ってマウンドに上がると話していた鈴木。勝負を取った佐々木キャプテン、どこにも投げられない。2番バッターの中山が続きました。よく取ったキャプテン佐々木。グローブの網にボールが、入ってしまったんじゃないですかね。取ることが急いだために、握りしっかり握れなかったんでしょうね、あ、そうですね、代わって次が100球目になります。ピッチャーの鈴木、ノーアウト1塁2塁、ランナーを2人出して3番4番5番と対戦。先ほどツーベースの千田がバッターボックス。これでまだ分かりません。今のスイング見てましたら右狙いのような感じのスイングしましたですね、左ピッチャー攻略のセオリーですからね。そういう心がけでセカンドオーバーを狙ってくれたらと思いますね。それとスピードガン的にもストレートが変わった当時は130後半出てたんですが、今130前半ですね、先ほど塁に出とった多少その疲労がマウンドにあるかも分かりません、疲労いうとは大げさになりますけども、ただ全力投球できて三振を奪ってきて、もう球数100球を超えた、プレッシャー、疲れ、そういったものは全ても体を覆っているでしょう、2エンド1バッター千田。これはなんとかファウル逃れました。あのボールは先ほどまでなら三振をしていた球なんですか。そうですね、カットされるようになったということは少し球威が落ちてるんですかね、38キロ、11個目の三振を奪いました鈴木。もう最後の力を振り絞ってという感じの1球でした。バッターボックスは変わって4番の佐々木です。甘いボールだけは絶対放ってもらいたくないですね。やはりパワーがあると思いますからね、一振りでオーバーヘンスということも十分考えられますから。 DL 戦でもホームランを打っています、ただここもまた勝負を避けると同点のランナー、まして満塁になります。ノーツーノースリー、3点を追う9回の表、日大三高最後の攻撃。ワンアウト1塁2塁でバッターは4番の佐々木。ストレートのフォアボールでワンアウト満塁です。打席は5番の山中と変わります。
今日はショートゴロ、レフト前へのタイムリー、セカンドゴロ、送りバント。さあワンアウトフルベース、3度目の伝令を使います。守りの伝令は1試合にタイム3回まで、その3回目を使いました駒大苫小牧。さあ豊田さん、はい、この鈴木投手ワンアウト満塁という大ピンチ、はい、どういう気持ちで開き直ることができますかね。もう自分を信じる以外何もないと思うんですよね、打てるもんなら打ってみろという狂気ですね。強気でもって先ほど来インサイドに厳しい右バッターの膝元をついてたストレート、これを信じて投げてもらったらと思いますけれどもね。打席は山中です。3点を追いかける日大三高、9回表。逆にバッターとしてはどういう気持ちでここは行けばいいですか。そうですね、やはり1点1点の積み重ねが同点につながっていくかも分かりませんね。一発長打を狙うんじゃなしにセンター返しを心がけてくれたらと思いますけれども。変化球タイミングを外されまして、2ストライク1ボール。ストレートで三振、ツーアウト。12個目の三振を奪いました。さああと1人、ベスト8が見えてきた。しかしその一人が簡単ではありません。バッターボックスは6番の後藤。焦らないことですね、もうこの一人のバッターに対して思い切り楽しんで、マウンド上で思い切り楽しんでバッターに相対していこうという余裕を持ったらいいんじゃないでしょうか。36キロ中夏戦追い込んだ。ツーアウトでランナーはフルベース、長打が出れば同点。3点のリードは駒大苫小牧。バッターも気持ちで負けていかんですよね、はい、はい。二塁ランナーも帰ってくる、1点差。6番バッターの後藤、センター前への2点タイムリーヒット。守りも乱れてランナーはなおも一塁三塁。よく打ったですよ、褒めたいですね。今のバッター本当にセンター返しですね、ジャストミート、これだけを狙ってたと思いますけどもね、応えたですね、ベンチの期待に。振り回さなかったですね最後はね、はい。さあこれで1点差、ツーアウトランナーは一塁三塁。そして今三塁手がグラブを交換します。打席には先ほどレフトへうまいヒットを打っている高木です。さあ豊田さん、この日大三高の粘りも見事ですね、はい、そうですね、ツーアウトから諦めずにですねフォアボールを選び、逆転のランナーをファーストまで出すところまで行ったんですから、立派ですね。詰まった、あまりファウル、ファウル、自打球当たっています。しかしこの鈴木投手も最後の一人を打ち取る難しさ、はい、勝つことの難しさ、はい、マウンドで感じていることでしょう。でしょうね、先ほどの投球でもやはり一球勝負が早かったんじゃないですかね、はい、ボールを掘る余裕を持ったよかったんじゃないかと思いますけどもね。低めいっぱいです。確かに早く勝ちたいという気持ちは分かりますけれども、はい、この2エン
ドワンというカウントはピッチャー有利なわけですからね。絶対有利ですからね。ツーソリまで遊ぼうかっていうぐらいの気持ちの余裕があればいいんですけどね。さあ、ツーストライク、ツーボール、はい、次の1球ですね。そうです、この球がもう全てを物語ると思いますね。それくらい意味のある1球になると思います。ついていった高木、左バッター、左ピッチャーにあえてピンチスタートして使用、あの活用を言っていいですか、利用されたベンチの期待に応えるものが確かにこのバッターにあるように感じますね、はい、雰囲気がありますね。粘ります。先ほどもあのツーナッシング追い込まれながらうまくレフトへ持っていきました、はいはい、逆らわないバッティングの手本でしたけどもね、先ほどのレフト前ヒットは。ファウルで粘ります。最後バット回った、13個目の三振を奪って鈴木両拳を天に突き上げた。駒大苫小牧初めてのベスト8、日大三高を破りました。最後の最後まで食らいついていった日大三高、しかしリリーフ鈴木に勝ち越しタイムリーを許し、最後1点差まで追いすがりましたが、13個の三振を奪われ、結局3回戦で姿を消しました。試合終了は10時46分でした。駒大苫小牧が初めてのベスト8、北海道勢としては9年ぶり旭川実業以来、南北海道勢としては10年ぶり北海高校以来のベスト8。ただいまから駒大学附属苫小牧高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。